なんで、なんであんな。僕は、なんてことを。なんて、ひどいことを。夢。そうだ。僕は許されるわけがないんだ。怪物め、
今日の食事もとても美味しいですね、インピ。そりゃよかった。でも保存食ばっかじゃ、さすがにレパートリーがな。おや、この出来に納得いかないと。十分飽きのこない食事になっていると思いますけどね。それじゃあ俺が納得できないの。天才料理人としてはやっぱバラエティ豊かに展開していきたいじゃないの。いつの間に天才料理人に。私の記憶ではインピーは天才技師だったはずですがね。うん、ありがとう。でもね、飽きられた後に工夫するのは二流、飽きられる前に工夫するのが一流なのさ。気にするな。ここんとこあんま食べてなくね。何、味が合わなくなった？やっぱ秋が来ちゃった感じ。いや、十分に美味だ。相変わらずお前が作ってるとは思えないほどの繊細な味わいだな。それ褒めてんの？当然だ。これ以上ない称賛のつもりだ。食欲減退はドラクロワ2世がこの屋敷に滞在するようになってからですか。やはり彼が気になりますか。彼は今朝も食事には見えていませんし、体調が少し心配になりますね。そうでしたか。それは何よりです。よかったですね、バン。なんだ、私は何も言ってないぞ。それはそれとして、フラン、ずっと黙り込んじゃってるけどどうした？なんかすげえ顔怖いし、腹でも痛いの？え、僕、いや、僕は何も。そうかな。そんな風に見せていたならごめん。特に具合が悪いわけじゃないんだ。うん。そういえばルパンもいろいろと飛び回っているようですね。ここ最近あまり姿を見かけませんし、皆が食卓に揃う機会がうまく噛み合いませんね。よし、わかった。今夜はインピーさんがごちそうを作る。そりゃみんなの英気を養うためだよ。うまい飯を腹いっぱい食えば元気になれるもんだからね。ごちそうですか。なるほど、いい案かもしれません。料理か、
鬱憤を晴らすにはちょうどいいかもしれん。インピ、私にも料理を作らせろ。いや、そりゃいいけどさ、料理で鬱憤晴らすとか、ちゃんと食べられるもの作ってくれよ。私を誰だと思っている。万事抜かりはない。任せろ。へえ、彼女から聞いてはいたけど、バンって本当に料理が好きだったんだね。なんだか意外だよ。そんでさ、ドラちゃんも呼んで盛大にやろうぜ。ドラクロワ2世のこと、名前長くて舌噛みそうだからさ、ドラちゃんでいいかなって。ドラちゃんですか。私はいいと思いますよ、その相性。彼の可愛らしい容姿に合っていると思います。ただ本人がそれを気に入るかは別の話ですけれどね。しかしインピ、お前は先ほどご馳走と言ったが、それを作るための素材はあるのか。私たちの財政は相変わらず厳しい。先立つものがなければ満足な品を用意できんぞ。せちがらいね。金の心配ならしなくていいぜ。よう、みんな、ずいぶんとしけた面してんな。ルパン、どこにいてたんだい。ここ数日の外出先、誰も知らなかったから、みんな心配してたよ。ま、いろいろとな。目的も言わずに消えてたわびってわけじゃねえが、こいつは今後の活動資金な。ルパン、これどうしたの。おやおや、これはまた凄まじい額ですね。ちょっとした手間賃ってやつだ。手間賃にしちゃう、お前これ。困るも困らないも、こんだけあれば飛行船だって買えちゃうぜ。ああ、そういうことになるな。当然ですとも、お嬢さん。アルセーヌ・ルパンの正義に誓って。それに、贅沢するために取ってきた金ってわけじゃねえし、これからは計画的に使っていこうぜ。別にお前がどこから金を取ってこようと、責めるつもりなど毛頭ないが、この金額、よほどの相手だったのか。
ま、そういうことだな。よほどの悪党様がたんまり持ってたんでね。悪党って、そいつどんだけ悪いことしてたんだよ。後で報復とかねえだろうな。雑魚相手にそんなヘマしねえよ。それにその悪党に関してはきちんと報告するべきやつがいるんでな。ドラクロワ2世のやつ、どこにいるか知らないか？部屋にいなかったから聞いてんだよ。なんだ、弱ったな。一体どこ行って、あ、ドラちゃん。うん、いいんじゃねえの、子供らしくて。まあいねえならしょうがねえ。ちょっとその辺探してくるわ。ああ、そうだ。今日の午後は空いていますか？では、買い物に付き合っていただけませんか？今日の食事のために良い食材を揃えようかと思いまして。どのみち一度は屋敷を離れなければいけませんし。どうでしょうか？こら、こら、よさぬか。